鳴尾浜臨海公園は、兵庫県西宮市鳴尾浜にある海浜公園である。大阪湾に面した鳴尾地区埋立地に位置する。公園は、野球場を要する北地区と海辺の南地区に分かれており、北地区と南地区の間を中地区の緑道がつないでいる。鳴尾浜臨海公園北地区は、阪神高速5号湾岸線の北側に位置し、野球場、テニスコートがある。 ナルオハマリン海公園の中地区は約1トルの緑道となっている。北地区と南地区の間に走る道路の西側に緑道が道路に並ぶ形で伸びて南北地区をつないでいる。ナルオハマリン海南地区はナルオ埋め立て地南端の海沿いに位置し、花と緑と小川のゾーンと海の見える丘ゾーンがある。二つのゾーン接してプール。 温泉を備えた健康増進施設、リゾナルオハマがあり、1992年から運営されていたが2020年に営業終了した。リゾナルオハマの正面リゾナルオハマは、西宮市のアルオハマ臨海公園南地区で運営されていた健康増進施設である。地上4階地下1階。設計は、日建設計。1992年10月にオープン。土地建物は、 市が無償で提供し、西宮市及び阪神電気鉄道が40%ずつ出資して1991年に設立された株式会社、ナルオウォーターワールドが第三セクター方式で施設の運営に当たった。近年は施設の老朽化や民間施設との競合に苦しんでいたところ、さらに新型コロナウイルスの流行で大きな影響を受けて、 2020年11月に営業終了した。ありがとうございます。